ちは、星空写真家成沢です。どうもこんにちは。今日ご紹介するのは H&Y さんというメーカーからですね、これから発売になるレボリング、これと ND フィルターと PL フィルターが一体化されたレボリング VND プラス CPL っていう、このフィルターとアダプターリングをご紹介したいと思います。これすごい画期的で、これめちゃめちゃスーパークールですよ。これで今回私がお借りしたのはフィルター径 67mm から 82mm までのレンズに対応するレボリングです。このレボリングは、私がこれ持っていくつか何種類かあるんですけど、67mm から 82mm のサイズをカバーする、これ1個でカバーしますよって、アダプターリングいらずですよってことですね。なんですね。でこれをキュッとやってこのレンズの先端にこうつけて離すと、今わかりました？これよくできてるんですね。こうして当てて離すと、いきますよ、シュッ、外側にこう押し出されるって、これで引っかかるんですよ。このレボリングの場合は 82mm のフィルター、まあ例えばこれ CPL フィルターをつけてますけど、CPL フィルターをつけてこのレボリングをつけておけば、 67mm から 87mm の径のフィルターでしたらこうやってどん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 付け替えができちゃうっていう、これすごいですよね。これ 82mm、 はい、 82mm はもちろん大丈夫ね。はい、フィルターをあまり使ったことがないという方のために説明をすると、レンズには必ずフィルターサイズというものがあります。そのフィルターサイズに合ったフィルターを使うことでシャッタースピードを遅くして水の流れを表現するような時に使う ND フィルターや、湖の反射を防ぐ CPL フィルター、星空の写真で使うソフトフィルターなど、そんないろんなフィルターワークを使って描写を変えることができるんですね。でレンズによってフィルターサイズが異なりますから、同じフィルターを別々のフィルター系のレンズに使用するためにはアダプターリングというものが必要でした。私が今持っているのはこちら 82mm のフィルター、でこちらが 82mm のレンズなので、こっちにはストレートにフィルターを取り付けることができるんですが、こちらのレンズは 72mm なんですね。 82mm のフィルターを付けようとするとちょっとサイズが合わなくてブカブカなんですよ。こういう時にはアダプターリングというのを使ってました。このアダプターリングは 82mm から 72mm にレンズのフィルター径を変換するアダプターリングです。これを使うことによって大きいサイズのフィルターを小さなフィルターサイズのレンズに取り付けることが可能になるんですね。デメリットとしては大口径の 82mm のフィルターを1枚買って、アダプターリングですいろんなレンズに対応させようとすると、このようにアダプターリングがたくさん必要になってくるんです。いろんな径に変換するアダプターリングが必要になってきます。今まではこれが普通だったんですが、これがこの1枚で済んでしまうよと。プラスチックかと思ったら結構しっかりしたアルミ製ですね。これ意外にしっかりしてます。これどういう仕組みになっているかというと、この部分が二重構造になっていて、二重構造の上の部分と下の部分を反対側にひねることができるようになってるんですね。リングの上下を反対にひねると、この内側のリングがせり出てくるっていうんですかね、このようにシュッと出てきます。使用する際は今これ 67mm から 82mm の径に対応しているものですけど、一番大きい 82mm のサイズのフィルターを取り付けて、でひねる、レンズの前面に押し当てて離す、これだけでもうがっちりついてるんですね。で外すときはまた同じく反対側にひねって取り外しができるという画期的な商品です。ありそうでなかったっていう。これ4つともフィルター系違う商品なんですけど、全部これ1個でついちゃうっていうことですよね。
うん、すごい。もう一つお借りしたのが、これまた H&Y さんの同じくレボリングなんですけども、バリアブル ND って書いてますね。 ND3 から ND1000 までプラス CPL っていう風に書いてます。これなんとバリアブル ND にプラス CPL フィルター、変更フィルターですね、こっちのレバーで変更フィルターを使えるというですね、アダプターリングと ND フィルター、CPL フィルター三位一体になった商品なんですね。これも同じくひねってレンズに当てたら離すと。この可変 ND フィルターを使う上で私が大事にしているのが、こうストップするっていうところですね。最低から最高までストップする。可変 ND フィルターの中にはこう一周しちゃうやつがあって、直感的に撮影している中でどのぐらいの ND フィルターの濃度なのかということが分かりづらい ND フィルターがあるんですね。その点この VND-CPL は最低と最高のところでストップするようになっています。広角レンズで使用した時に ND フィルターの効果が一番高い状態で使用するとこのようにムラが出るんですね。これは各社 ND フィルターの濃度の違いがあるので、それぞれ出方は異なってきますけども、どうしてもこれは避けられない現象になります。望遠側で使うとこの現象は出ません。この指標を見ながらですね、 ND フィルターマックスのところ、ストップしたところからちょっと戻すっていう風な感覚、直感的な操作もできますし、目で見て ND の濃度をこのぐらいにしようっていう風に設定をすることも可能っていうことですね。これすごく便利で、 CPL で反射を抑えてから ND フィルターの濃度をどのぐらいにするかっていう風に決めるということで、一回一回付け外しが必要ない、とても便利な仕様になっています。 ND3 から ND1000 と非常に幅広くレボリング付きということで、可変 ND フィルターと CPL と可変アダプターリングの三位一体になっているタイプですね。これ写真やってる人もすごく便利ですけど、動画やってる人の方がめちゃめちゃ便利じゃないですかね。自分も動画撮影するときに CPL と ND フィルター使いますけど、これ便利だなと思いますもんね。定型写真を撮る立場からちょっとお伝えするとですね、便利なんですけど、これレンズフードがつかなくなるんですよ。成形写真でレンズフードがつかないっていうのはもう曇りの原因になるんですよ。なぜならば、レンズヒーターってこのレンズのここに巻きますから、普通こう巻くじゃないですか。そうするとレンズフードがあるだけでレンズ曇りってちょっと防げるんですよ。かなり違うんですよね。ここは温まるんですけど、フィルターがね温まらないっていう現象が起こるんですよ。だからこのレボリング成形写真で使うとちょっとレンズ曇りやすいのかなっていう不安が多少あるんですけども、アストロアーツさんで出ているこのレンズヒーター EL-EH っていう、こういう電熱線のタイプのレンズヒーターがあるんですけども、まあ、これ使えば大丈夫ですね。こういう感じで使えば、まあ、これ曇らない。成形写真撮るときって真っ暗闇のところにこのフィルターつけるので大変なんですよ。なかなかこうはまんないなっていう時もあったりとか、でアダプターリングその中でこれどれがどのサイズがどれだっけって探すのってね、すごく大変なんですよ。一発でこうやっていけるから楽ちんです。すごい楽ちん。 H&Y さんについてちょっとお話しましょうか。 H&Y さんというのは台湾の、フィルターメーカーですね。自分の印象で言ったと、7、8年前とかですかねの時は結構ね安い角型フィルター作ってた。3000円とか4000円とかので、まあ正直その時品質はあんまり良くなかったんですよ。なんですけど最近なんかこうあの高級志向というか、その高品質な志向に、路線を切り替えたみたいで、最近品質が上がっているっていう印象のメーカーです。で、日本国内で皆さんが目にしたことがあるのはおそらくこれじゃないですかね。はい、丸美さんの角型フィルター、マグネットタイプのやつです。丸美さんのフィルターシステムに、これダブルブランドなんですよね。丸美 H&Y って書いてあって、 H&Y が作っているフィルターシステムを丸美さんが日本流にこうアレンジして発売したというか、まあ、そういうものなんですけどね。まあ、皆さん H&Y について知ってるのは、まあ、この商品を通じてが多いのかなという気はします。で、なんで私が
あのこの H&Y さんのこのレボリングを発売前にね、なんでお借りしてるのかというと、海外遠征の撮影を考えた時にフィルターがね割れるっていう話を結構聞いてたんですよ。で、フィルター割れないようにするにはどうしたらいいかなっていう感じで検索したら、H&Y さんのホームページが見つかって、その中で丸美さんとは仕様が違うんですけど、H&Y のこの GND フィルター、ソフトグラデーションフィルター、これがゴリラガラスで作られていて、車で引いても割れませんよみたいな動画があるんですよ。でそれ見て、うお、なんじゃこれと思って、何、割れないフィルターなのって興味を持って、そしたらちょうどツイッターアカウントが、 H&Y フィルタージャパンのツイッターアカウントがあったので、そこに直接メッセージを送って、マジですかと。それからいろいろこうやり取りしていたんですけども、こういう商品が出るってことで、ちょっとレビューしていただけませんかってことで今回お借りしたんですね。本当ありがたいですね。たかだかね、チャンネル登録者数が、まあ、2000人前後ですかの人にですよ、こうやってね、ありがたいです。ありがとうございます。で、まあ、これ今キックスターターキャンペーンが終了して、インディーゴーゴーだったかなっていうサイトで注文ができます。事前注文受付中です。でそれは、12月に発売、私だったかなっていうスケジュールみたいなんですね。で H&Y フィルタージャパンは、あの国内での販売経路ってないみたいなので、 H&Y のそのダイレクトショップの直での注文のみ、受付できると思います。まあそのうち、ね、日本の一般的なカメラ店でも扱えるようになるかもしれないですけどね。今のところはまあ直販だけっていうことみたいです。はい、というわけで今日はこのレボリングのご紹介をさせていただきました。これ発売が楽しみですね。今から注文すれば12月に手に入るみたいなので、リンク貼っておきます。そちらからぜひご注文いただければと思います。それではさよなら、バイバイ、したっけねー。